はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回はね、こちら、STBH エクストラブースターパック4、こちらのカードリスト、本日ね、公開されましたので、早速見ていきたいと思います。3月30日の土曜日、発売開始と、330円です、1パック。で、今回もおそらく、そうですね、はい、シークレットレアカードが、収録されているみたいです。さあ、皆さんでね、何のシクレが、出てくるのか、何のキャラクターがシクレになるのかっていうのをなんか考察しながらね、見ていけたらなと思います。あー、すごいね、こんな感じなんだ。はい、昔のカードはまた来てるね。うわ、めっちゃいいじゃん、これ持ってたな。限界突破のベジータ持ってたわ、いいね。なんかこっちの悟空3に関してはあれだね、後ろがこうマッキンキンでね、あのカード組の当たり枠みたいな、感じですね。うわー、いいなー。今回もめちゃくちゃいい。で、この4枚が一応あれかな、そのデータカード出すのカードのイラストを使われている、まあ、カードっていう、ことだと思うんですけど、多分今回もね、まあ、シークレット枠多分、こんな感じで出てくると思うので、まあ、今まで出てない、やつで言うと、まあ、悟空4とかなんか怪しいよね。まあ、シークレット枠何になるのかな。はい、まあ、絶対大当たりキャラクターにはなってくると思うんで、まあ、ここにベジータいる時点で魔人ベジータではないよね。まあ、ベジットか、悟空の方とかそこら辺かなと思いました、今。で、これがアルティメット枠です。悟空ブラックとベジットブルー。なんだこれ。ん？あしらう合体戦士、醜き存在の断罪ということで、アビリティも新規となってます。あー、全王様もいいんだね。なんか全王様、こんなんだったっけ？え？これ、体どうなってんのこれ。え？ここが胴体かな？なんかすごい体してね。うん。まあ、どちらかというと赤ちゃんの体型に近いと思うんだけど、まあ、いらなかったね、このキャラは。あの、いらなかったっていうのは、ドラゴンボールヒーローズにって意味じゃないからね。うん。ドラゴンボールに、おっと、ベジータベビーとかも、はい、ラインナップされてます。意外じゃない？あー、GT が熱いね。いや、もう絶対悟空4じゃん。うわー、ブースターのシークレットめっちゃ楽しみなんだけど。で、まあ、そうっすね。見た感じ、新規アビはそんなないけど、はい、これも新規イラストだよね。まあ、セル編でね、まあ、リモコンで18号を壊すか壊さないかっていうのを悩んでたら18号吸収されちゃったっていうね、あの、悲しきクリリンさんね。あの時のちょっと気持ち、めちゃくちゃわかるわ、なんか。いやー、壊したら世界が救われんだけど、やりたくねーっていうね。壊したくねー、おさすが私。素晴らしい。素晴らしいよ。なんだこのエッティなイラストは。ちょ、待って、キーソード持ってるし、優れた支援。まあまあ使えるね。まあ別にロベルだったら使えても使えなくてもね、まあ無限回収確定なんですけど、めちゃくちゃいいな、このイラスト。魔人ロベル暗黒因子吸収エレガンスレイン。素晴らしいよ。あー、いいっすね。で、シークレットとスーパーハーツか。はい、ということで、まあ新キャビそんななかったんで、ちゃちゃっと見ていきます。ではカード内容で見る。もう一番大当たりじゃん、もうロベル。はい、スリーゴクからの。ああ、もうここら辺は、まあ、ご察しっていう感じですが、はい、強者の領域一応持ってます。まあ、ね、ぶっちゃけね、うん、強者の領域って言ってもね、あの、ほんと使う人いないんで、例えば領域プラス、優秀なカードアクションアビリティプラス、優秀なユニットとかになってくると、まあ、必需品、なんだろう、必要性がね、出てくるんですけど、基本的に今のところは、大体全部一緒っていう感じですね。で、ゴジータ、はい、あとする合体戦士へ。まあ、微妙かな。で、あしらう合体戦士、はい、UR 枠ですね。掃除のゴッドメテを持ってます。バトル開始時絶対に気絶しなくなり、アタッカーにした戦闘力バトル終了時に毎回敵チームの戦闘力が1万円以下の場合、敵アタッカー全の当たるダメージを半減し、エナジーマイナス2ということで、1万以下ってことなんで、オゾット対策なんですけど、オゾットって1499出るじゃん、クイックボーナスするとね。なので、相手がオゾットだった場合、499でこのアビリティ発動しなくなっちゃうんで、クイックボーナスは取りに行く必要があります。
で、スピリッツブラスター、はい、これはあのゴジットですね。あの今ヒーローズで一番ね強くて、まあ一番ではないけどめちゃめちゃ高いシークレットゴジット、あれの必殺技と同じものがついてます、スピリッツブラスターね。はい、めっちゃ強いよこれ。いう感じで普通に性能悪くないね。てか強くない？ん？待ってよ、ゴセンクスまず間違いなく強いじゃん。でガンマ2号も相性いいでしょ。待って、これめっちゃ強い気がするんだけど。で装甚も普通に強いしね、これ敵アタッカーかける2000パワーガードダウン永続いうことで、はい、ベジットブルーめちゃめちゃ悪くないっす。で悟空ブラック、はい、瞬間移動のところだね、シュイーン。新列断罪演武です。必殺技エナジー4個、醜き存在の断罪、アタッカーにさ戦闘力バトル終了時毎回敵チーム全員のミラクルパークトを封印する、さらに戦闘力バトルに勝利していると敵チームの復活チャンスも封印するっていうことなんで、まあ普通に強いねこれも。うん、ミラクル封じっていう時点でまあいいんだけどね、先行を取ってる場合は復活も封印、まあこれはねあれっすよ、あの復活封じってそもそも少ないじゃん。なのでまあ、時の牢獄のね、あの弱点とかを考えると、まあ、これ、悟空ブラックかなりいいっすね。うん、マルカリータの上位互換みたいな感じじゃないの。まあ、ただカードアクションが超残念です。本当に残念。カードアクションアビリティがしっかりしてればね、まあ、環境クラスのね、まあ、A 以上、A プラス以上であったと思うんですが、ちょっとカードアクションアビリティが残念ですが、まあ、普通にアビリティは強い。いう感じ、他は多分そうでもないよね。まあ、UR の枠の2枚が普通に強いっす。まあでも A かなどっちも。ベジットブルーはまあ A プラスぐらいな性能はしてますね。いう感じでまあ普通に悪くないと思います。はい。で威圧するオーラとかもあるけど、まあそうでもないな。これがさ戦闘力上昇もねエナジーアップ防げたらね神だったんですけど、まあ基本的にベジータっていうか、まあイヤスローラーはねそんな強いアビリティではないので、まあなんかねカードアクションとかがねほんとしっかりしてればよかったんですけど、はい、冷静な見極めとブロックバーストなんでまあまあ強いかな。ただこれでねこのアビリティも注目はされているんですが、実際そうでもなくて、あのね刺さる場面がマジで少ないんですよねこれ。まあでも冷静な見極めとブロバのコンボは普通にね相性的にも悪くないし、体力も3300あるんでなかなかいいカードだなとは思います。はい、そうですね。まあワンキルというかあれね、あのオトナイオスのデッキはこれでね、まあ1コロなんですけど、まあエナジー貯められたらアウトなんで、まあなんかエナジー妨害は絶対にかけないとやばいっていう感じでね、まあまあまあ普通にいいんじゃないですかね。はい。他はまあいつも通りって感じかな。いやーこれちょっとシークレットに期待するしかないよマジで。そうだねなんかもうちょっと寒いなアビリティが。なんかもうちょい強くすればいいのに。まあでもこれはほんといいね。しかもなんか白押しついてるし、これなんでドミグラについてないのにさ、あれ？ロベルなんかついてない？白。文字も金だしね。はいはいはい。上司を上回る部下という感じで。いいっすね。イラストが。はい。いう感じです。まあ、ブロバとか持ってますが、まあ、これだけじゃ、ちょっと戦えないでしょう。ラグっすね。イラストはいいんだけど、これだけじゃ、ちょっと戦えないかな。で最後ハーツです。はい、いう感じで、まあブースターバックこんな感じですね。まあちょっと強かったなって思ったのは、まあ本当に UR のね、2枚と、まあ時のカヨシンぐらいかな。まあまあ全然悪くないと思いますよここら辺は。なのであとはまあシークレット次第というところではあるんですが、まあ今回はね、まあ自分の予想を立てるとしたら、まあスーパーサイジン4の悟空の画像貼っときます。ちょっと出てこなかった。あれスーパーサイジン4悟空のあれだと思う。なんだっけな、限界の彼方へみたいなさ、そう昔めっちゃ欲しくてゲットできなかったやつなんだけど、あれじゃない多分ね。
だって なんで GT 出てんのってなるしね、そうなってくると。そうなんだよ、ここがちょっと気になるし、まあここのラインナップ見てるとちょっと怪しいなーっていう気はしました。はい、なので皆さんもぜひ予想を立ててみてください。はい、いうことでですね、まあ、今回ちょっとね短いですが、はい、まあこちらねブースターパックのね、情報公開について、ザザーっとね触れてみました。はい、まあなかなか悪くないですね。うん、あ、なんかね、まあイラストもすごいいいし、ちゃんとベジットとかがね強かったんで、うん、いやあれはねちょっと使ってみようかなって思いました。はい、あとはほんとシークレットの性能次第では、まあ、ボックス自体がね化けることもあると思うんですが、まあブースターのシークレットってそうだな、まあ価値で言うとね初動すごいんですけどね、出づらいからすごいんですけど、まあ結局後々になってくるとね結局まあ誰も使わなくなってくる、感じじゃないですか。まあギリギリ使えるのがねスーパーサイジンのね宿の悟空か3の悟空かね、まあこれがスーパーサイジン3だ3悟空とか、そこら辺にはなってくるので、まあそこら辺に匹敵するぐらいの性能ではちょっと来てほしいかなと思います。はい、ということで今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。そしてこの後 YouTube ライブあります。はい、ここでねちょっとご報告、はい、ね、本日ねフュージョンワールド覚醒の鼓動の開封ライブやりますいう感じなので、この後ねぜひ、まあ、覚醒の鼓動のね開封のねライブ来てくださるとめっちゃ嬉しいです。多分この動画が上がった、まあ、数十分後ぐらいになるかな。うん、1時間以内には絶対にやるんでね、はい、YouTube のライブの方もぜひご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。